どうもマツケンです。今回は前回のコストコ購入品の続きになります。前回紹介したのがおすすめのリピート商品ですね、いつも繰り返し買ってるおすすめ商品を紹介しました。で今回はですね、発売商品と新商品4つ商品紹介していきます。ということで、ここからは発売商品紹介していきます。8点目の商品、こちらマヌカハニーレモネードです。この商品は冷蔵庫の、最近はジュースコーナーみたいなものができてて、いろんな商品がねガッとまとまってあるんですけど、その中で見つけた商品でちょっと気になってたんで、ね、買ってみました。1リットル入りが2本セットになっておりまして、まあ、これ1本あたりの価格570円弱くらいですね。パッケージのデザインとか見ると海外メーカーっぽいんですけど、これね国産メーカーですね、うん、茨城県で作られてるみたいです。で、人工甘味料、着色料、香料、保存料不使用ということで、まあ、ヘルシー系のね、食品とかジュースとか探されてる方にもいいかなと思い、これがね薄くて手が切れるかもしれん、これ手に持った感じは美味しそう。いい匂い。ではちょっと飲んでみます。うまっ、うん、なんかニュージーランド政府認定のマヌカハニーとレモン果汁を合わせたオリジナルレモネードということでね、蜂蜜の香りが強いなっていう印象なんですけど、この香りに対してその蜂蜜の甘ったるさっていうのがなくて、すごいねさっぱり飲めます。うん、香料とか甘味料とか使ってなくて、まあ、この味なんで美味しいです。うん、アイスでもホットでも美味しくお召し上がりいただけますということなんで、まあ、冬とか寒い時はね、まあ、電子レンジで温めるような感じになると思うんですが、それもまた美味しそうな感じですね。1本あたり570円なんで、だいたい 200cc で100円ちょっとぐらい感じですかね。そこら辺で売ってる缶ジュースとかね、コンビニで売ってるドリンクとかを買うよりも、こっちの方がはるかにヘルシーだと思いますので、レモン系のね飲み物好きな方は試してみてください。これからの時期だったら、なんか製氷皿にねこれを凍らしておいて、このレモネード氷でなんか他のドリンクにね、入れたりとかするのもいいかもしれません。シャーベットとかもね美味しそう。続いて9点目の商品、こちら UCC のブレンドアイスコーヒー希釈タイプ。こちらもコストコのコーヒー系の定番商品の一つで、ずっと昔から売ってるやつですね。たまにクーポン出て、150円オフぐらいで買えるんですけど、頻度的にはそんなにないですね。中はこんな感じのポーションが50個入っておりまして、これ一つ 18g の量なんですけど、これに 150ml の水、お湯、牛乳などで希釈するという感じになります。少し前に購入した水出しコーヒーがあるんですけど、それ全部飲み切っちゃって、あれ美味しかったんですけど、やっぱ仕込みに時間がかかっちゃうんですね。毎回こう夜寝る前にセットして朝飲めるみたいな状態になるんですけど、それがめんどくさくてね、忘れちゃったりするとコーヒー飲みたいタイミングで飲めないみたいなことがあって、まあ、うちウォーターサーバーあるんで、こういうポーションタイプだとさっと使えてね、いいかなということで、今回は、ね、これを買ってみております。このコーヒー自体はずっと定番商品で昔からあるんですけど、何気に自分で購入するのは初めてなんですよね。最近はコンビニコーヒーが充実してるんで、コーヒー飲みたくなったらコンビニで買うみたいなこともよくあるんですけど、これでコーヒー作ったら1杯21円で、コーヒー飲めますんで、コストパフォーマンス考えるとやっぱこういうので、ね、
コスコスやった方がね、小銭の節約でね、ちょっと買ってみております。続いて10点目の商品、こちらフードコート新商品のハワイアンピザ2021年版です。この間登場したフードコートの新メニューになります。このハワイアンピザ毎年登場してるんですけど、だいたい夏の間売ってるっていうような感じですね。具材はシンプルで、トマトソースの上にベーコンとカットパインですね、あとはたっぷりのチーズが乗っかったピザになるんですけど、このねベーコンとチーズの塩気とパイナップルの酸味がこう見事に調和して、めちゃくちゃさっぱり食べれます。このハワイアンピザが出てる間はコンボのピザがね、お休みみたいな感じになってるみたいで、あとはマルゲリータとチーズが買えるんやったかな、確か。はい、でおそらくこのピザが初登場した2017年に、一応ブログの方でレビュー記事を書いておりまして、またその翌年もですね記事書いてたんですけど、それ見てみたらベーコンが翌年ポークパストラミっていう風に変わっておりまして、今年の分が、まあ、食べた感じベーコンっぽかったんですけど、またちょこちょこ材料のアップデートっていうのはされてるかもしれません。で今年バージョン食べてて思ったのが、パイナップルのなんか量とかサイズ感がちっちゃくなってたなって感じました。トッピングの部分は個体差があるんでどうしようもないんですけど、パイナップルがたくさん乗ってれば乗ってるほど美味しいピザなので、そういったピザに巡り合えた方は当たりだと思います。フードコートのメニューってソフトクリームとかスムージーとかは結構頻繁にメニュー出てくるんですけど、ピザ系は年に1回か2回ぐらいしか、なんか新しいの出てこないんで、しょっちゅう食べてるわけじゃないんですけど、このハワイアンピザは、ね、本当おすすめなので、もしまだ食べたことないんだわっていう方はぜひ1回ね、食べてみてください。でもしね量が多すぎて食べきれなかったっていう場合はですね、あの包み紙にこう包んでおいて家に持って帰って、ね、トースターなりで焼き直して食べると、また生地がサクサクになってね美味しく食べれますんで、あとなんか家にねパインがあれば追いパインして、それで焼くっていうのもありかと思います。このピザはね本当パイナップルが鍵を握ってるんで、もともと量が少ないものはなんか後でね焼いたパインこうバッてかけて、はいどうぞって渡してくれたらね、美味しく食べれるんですけどね。はい、で最後1個商品ちょっと言い忘れてたんですけど、11点目の商品こちらになります。ベーカリーのマンゴームーススコップケーキね、今年の3月頃に登場したベーカリーのスイーツ系の新商品なんですけど、僕が行ってる店舗ではその後も消えることなくずっと定着しててね、この7月までだいたい行ったら買えるみたいな感じになっております。この商品は出てすぐレビュー動画出してまして、そこからね 3,4 ヶ月ぶりに今回買いました。次男の誕生日がね、あったんで、その当日にちょっとケーキとして用意したんですけど、ろうそくさえね、あれば誕生日ケーキとかお祝いのケーキとしてね全然使えるなと思いました。この商品も上半期のコストコベストバイの動画で登場しているおすすめ商品になりますので、もしまだこういったスイーツ系の商品買ったことないよっていう方は、ね、ぜひ試してみてください。ストロベリースコップケーキに比べるとこっちのマンゴームーススコップケーキの方がね量が多いんですよね。 300g 以上 400g ぐらい、ものによっては多いかもしれません。でも見た目以上に重くないんですよね。結構さっぱり食べれますんで、本当1人2人で消費するっていうのはちょっと厳しいかと思いますが、5人家族とかね、それ以上でなんか食べるケーキとしては全然いいんじゃないかなと思いますので、はい、これ IKEA の瓶なんですけど、まっすぐ使いやすいようにちょっとね詰め替えてみました。これがどんくらい、半分くらい、半分も入ってないから20個以上は入ってると思いますが、こんな感じでね、使うと思います。ということで今回はコストコ購入品の7月3週目4週目編お送りしました。もしね皆さんのおすすめ商品とか気になる商品、商品レビューのリクエストなんかありましたらぜひコメントの方残してください。
最近コツコツやってる草取りなんですけど、残りこのエリアですね、もうすごい伸びちゃってるんで、この草用のバリカンを導入しました。ちょっとやってみます。バッテリー切れました。すごっ。ということで20分ちょいの作業で、草片付きました。表面のね草を刈り取った感じなんで、根本的な解決にはならないんですけど、とりあえず応急処置的にはいいんじゃないかなと思います。ずっとね持ってた手がプルプルです。やば、地味に疲れました。あとねこの草バリカンめっちゃいいね。